アメリカ大統領選挙の第3回目の候補者討論会に合わせて、アメリカ大使館で初めてのイベントが開かれました。都内のアメリカ大使館ではこれからケネディ大使と学生が討論会を一緒に見るイベントが開催されます。And the debates often determine the outcome of an election. So no matter who wins, this is a historic election because for the first time, a woman is at the top of a major party ticket. 都内のアメリカ大使館では日本時間の午前10時から始まった討論会をケネディ駐日大使と首都圏の大学生およそ100人が見守りました。討論会後のアンケートでは学生の9割がクリントン氏を勝者と判定する結果となりました。クリントンさんの方がこう具体的に自分の政策を肯定的に言っていたっていうところがすごく印象的で、トランプさんの方はどっちかっていうとまず最初に相手の否定から入ってずっと2人を映してるじゃないですか。あ、こういうこと考えてるのかなって想像できるところが面白かったです。大統領選はいよいよ来月8日に迫っています。